Today we are gonna prepare for the interview test in Japanese companies, especially about hotel companies. So now let's take some examples from my students' experience. 同じセラン、その面接の質問、あまりちょっと難しかったとかよく答えられなかったことを続いて。話してください。何ヶ月間もどうしてうちで働きたいのですか、もしは最終面接を受けたら、それは実際に先輩たちと出会ったこともあるし、うん、それで適当に答えたらいいんじゃないですか。ああ、どのように、ちょっと、ちょっと詳しく。コミュニケーションがよくできる、職場だと感じました。コミュニケーションのよくできる。コミュニケーションのよくできる。感じました。里家族制度っていう家族みたいな、家族を作って、同僚同士に、スタッフ同士に、作って、仕事を話だけではなく個人的な話もできるし、うん、そのようなこともいいかと思って、ですよね、家族的な雰囲気を強調しましたよね。それもいいと思います。その制度があるということ。はい。実際に確認しましたので。ああ、それなら十分だと思います。そういう制度が好きだったので、そういう制度が気に入りましたので、実際に。すごく、いいと。そういう制度が素晴らしいと思って応募することになりました。応募しました。おしゃ、応募いたしました。全部できますよ、全部。その中で、選んでくださいね。応募することになりました。応募いたしました。次は、でも長谷川部長で働きたいと思う特別な理由はあんまりない。他のホテルの特徴が、魅力的だと思って。どうしよう。普通のホテルですよ。うんですか。どうしよう。コンフォートはさっきこの前私たちが行った、ように話したように外国人の観光客にも親しみ、感じる、ホテルじゃないですか、一番早く売り切れになる、そういう特徴もあるんですけど、長谷川ホテルはまだ、まだよくわからないです。長谷川の場合は、こうやって答えてください。古い価値観を壊して、新しい常識を作るという企業理念が好きになりました。仕方ないですよ。あまりいい返事ではないと思うんですけど、それ以外もあまり。わかりました。ああ、これもありますよね。
新生企業なんですから、こっちで頑張れば、もっと出世が早くなるんじゃないかなと思いました。大丈夫です、そう思ってても、うん。出世の機会がもっとあるんじゃないかなと思ったんです。いや、まあ、あまり機会が、まあ、あまりなくても大丈夫です。昇進、昇級のなんか機会も、出世、言葉以外の昇進、昇級もありますよね。やっぱり、コンポートの一次面接が一番難しかったんですよ。それでも他のホテルも、他のホテルさんもよくできたと。先生から聞いていますんで、長谷川、どう書けるの？あ、これですか？はい。長谷、はい。これ？はい、はり、は、せ、川、あ、長谷川。じゃ、こっちの視点図は？点数、うん、あ、わかります。順位数は？それ、なんかパンフレットとかを、ああ、入ってないんだ。仕方ない。この売り上げは？こう。だったらこっちに行きましょう。開月他のホテルもコンフォート以外にはまだ準備できなかったんです。あ、そっち、あ、入ってない。はい。あ、ホームページとかにも、ホームページとかにはあると思うんですけど、まだ確認して、あ、まだ準備は、あ、はいはい、もう次回に、次回にやってみましょう。ありますんで、わかりました。今勉強しても忘れちゃうから。あ、そうですよね。それでもっとちょっと詳しく、2017年の売り上げ、あ、長谷川ホテルは、うん、ないと思います。ああ、はい、そうですよね。従業員の数、数もある。支店数、これだけか。うん。これ実績なんですから。数は大事ですよね。あと企業理念。なかった。もうこれなかったのしかないですけど、ほとんど書いてあるんですからね。創業、創業した、うん、初めて創業。創業、あ、創業、創業、うん、創業、初めて創業した、年度とか。ああ、そうですよね。ああ、創業年度、素晴らしいです。これも大事ですから。これで、この一通を用意してください。ってやったら、10分間休憩に入ります。